秋の軽井沢旅行、要注意ポイントについて解説します。皆さん、こんにちは。桜井太一です。ゆうこです。秋がね、やってきますよ、ゆうこさん。そうですね。まあいろんな秋がありますけれども、今年太一さんが注目したい秋はどんな秋ですか？果物だったりとか、こういろいろこう食のね楽しみとかもあったりするので、そうですね。食欲の秋。信州だとキノコだったりとかね、ありますので、はい、まあ、とはいえですね、この秋の軽井沢観光注意点もありますので、そのあたりをこの動画ではじっくりと解説をしていきます。まず一つ目の注意ポイントですけれども、天気。ですね、かなりこれは油断する人多いと思うんですけれども、軽井沢のですね、平均気温、こう9月、10月、11月と、ここら辺ね、多分画像が貼ってあると思うんですけれども、どうですか皆さん。もう11月ね、氷点下ありますからね。この感覚がね、なかなかこう、特に軽井沢初めての方なんかは、あまりこう、実感としてないと思うので、まあ、高原寒いよね、くらいの気持ちで来ちゃうんですけれども、大体、その想定よりも寒い。特に朝晩。で、結構よくあるあるなのが、軽井沢の駅に着くじゃないですか。思ったよりも寒いと。特に朝、一番で来たりとかするとね。うん、そのまま、駅前のアウトレットに行って、ちょっと羽織物買ったりとか、うん、まあ、コート買うとかね、そういう人もいたりするので、ぜひですね、自分の来るタイミングの最低気温が何度かっていうのはね、要チェックした方がいいかな。そうですね。これからの季節はもうチェックするのは最高気温じゃなくて最低気温の方をね、よく見てください。はい。二つ目はですね、軽井沢の混雑ポイントになります。通年軽井沢は結構観光客の方いらっしゃるんですけれども、一番混むのはですね、お盆。そして、年末年始とこの紅葉シーズンっていうのが要注意っていうね、タイミングなんですが、特に秋はですね、特定のスポットに集中しやすいんですよ。そうなんですよね。なんかゴールデンウィークもそうなんですけど、うん、結構特定の、特にこの紅葉を、さっき太一さんが言ってたもみじ狩りをみんな楽しみにしてくるので、はい、まあ、雲場池っていうね、その紅葉の名所があるんですけれども、そちらが特に、まあ、混みやすいポイントとなっているんですよね。特に今年はですね、様々な駐車場が閉鎖されたりとか、うん、あとは工事中だったりってことで、もう駐車場争奪戦ですよ。争奪戦かつ相場がちょっと上がっている、ね、駐車場もあったりとかして、金額もちょっとね、はい、あれこの駐車場こんな値段だったからね。そうなんですよ。私たちがね、今までおすすめしてた幸福のキノコの駐車場がちょっとだいぶ値段が変わっておりまして、なので今町営の駐車場もね、今工事中で使えないっていうこともあるので、はい、まあもう今はどこの駐車場、まあ、メイン通りの駐車場止めてもまあ同じかなっていうような感じですかね。はい、はい、まあ、私のおすすめはですね、これ以前の動画でもご紹介したんですけれども、軽井沢の北口西駐車場、はい、ここのですね、一番奥に止めると雲場駅まで約10分弱くらいで行けるんですよ ね、 すね、はいはい、こちらの映像ありますね、はいはい、意外と誰もノーマークっていう、でまさにこの駐車場が今今年はね、今年の紅葉シーズンは多分過去史上一番駐車場がない、うん、かつ高いっていうような相場になっているので、はい、多分このタイトさんのね、おすすめのこのルートがね、非常に生きてくると思うので、ぜひね、こちら の、 動画参考になさってみてください。ただ肌感覚としては最近はですね、この駐車場も8時行ったら満車の時があるんですね。はい、朝の8時ですね。朝の8時なんで、私のおすすめは、うん、もう7時の前半に一番奥に止めて雲場池見て帰ってきて、でその後に朝食を食べる、うん、モーニングを楽しむ、はい、はい、なんでこう朝食の時間をちょっとずらしつつ、そこのね駐車場を狙うっていうのがいいかなと思います。で、まあちょっと私これ言うとですね、私も通勤で使ったことがある、はい、使っていたりするので、私が止めるスペースもなくなるかなと思うんですけども、そうですね、まあ、とは言ってもですね、はい、もうこのチャンネルを見ていただいている皆様はね、はい、もう本当に特別なので、そういう技もですね包み隠さず話していこうかなという感じです、
近あの全国的に日本全国的にですね熊の目撃情報多発しておりますけれども、軽井沢も例外ではなくてですね 熊が結構人手が多いような場所に出没していることもあるので、軽井沢町では猿熊情報という情報を発信しております、まあ、この辺り多分画像が入っていると思うんですけれども、はい、こちらを、ね、参考にしていただいて、まあ、ちょっとその熊も出るよっていうことを頭の、ね、片隅に少し置いていただきながら、あの楽しく観光していただければと思います。次の注意点なんですけれども、まあ、駐車場問題に引き続きですね、交通事情に要注意ですね。まあ、熊谷駅周辺はなかなか車通りがね、絶望的な状況になると思うんで、私としては、公共交通機関を使うとか、あるいはレンタサイクルですね、この時期はかなり活躍すると思います。あとは車で行くのであれば、タリア線だったり、レイクガーデンって選択肢もあると思うんですよ。はい、そういったところもね、歩きやすく、整備されている庭園になりますし、まあ、熊谷駅にね、勝るとも劣らない素晴らしい、こう、コメント。どちらもほら、池とかあるじゃないですか。はい。色のね、コントラストが楽しめると思うので、まあ、そちらも検討してみるといいと思います。あとですね、まあ、最近の情報としましては、軽井沢町公式のライブカメラの、設置箇所が増えたので、など9箇所もあるんですけれども、そのうちの一つが雲場池という先ほどの紅葉の名所のところにも設置されておりますので、まあ、その周辺だったりとか、あとはね、混みやすいところに集中的に設置されてますので、全体的に、まあ、いろんな箇所ちょっとチェックしてみるといいんじゃないかと思います。そして最後もう一つの注意点なんですけれども、お店の営業時間、営業日要チェック。9月にですね、シルバーウィーク、こちらは問題なく営業されていると思うんですけれども、10月に入るとですね、夏の間こう、ほぼね、休みなしで皆さん働いてるじゃないですか。うん、でシルバーウィークもあるじゃないですか。ちょっとね、1週間くらい休み取ろうかなとかっていうので、お休みされてるお店だったりとか、11月に入りますと、もう氷点下のね、タイミングになりますので、もうそこから思い切ってね、3月くらいまでお店閉めちゃうみたいなところも出てきますので、実際のですね、営業日、そして営業時間もそうですね、早めにちょっと、なんか、もう日が暮れたら終わりみたいな店もあったりするので、うん、そうですね、はい、もう8月、まあ、9月のこのシルバーウィーク過ぎてきたら、うん、ちょっとお店の、公式の SNS ですとか、ホームページをちょっとチェックしておいた方がいいなというふうに感じます。それからですね、これは別に秋に限った話ではないんですけれども、軽井沢の個人で営業されているお店なんかはですね、火曜日だったりとか水曜日っていうタイミングで、お休みを取られるところが多いと、うん、特に飲食店は定休日が火曜日水曜日が多くて、それが重なってるので、うん、結構行きたくて事前に調べてたお店が火曜日定休だった水曜日定休だったっていうのがあって、それがあの水曜日トラップでしたっけ、はい、なんかっていう風に呼ばれてるんですよね。で水曜日さ、お店やってなかったって思うじゃん。で、代わりにお店探そうって思っても、なんかどこも定休日。そうなんですよ。そうそうそう。それがある、ね。そういう感じなんで。地元の私たちも時々忘れてて浮かれちゃったりすることもあるので、皆さん気をつけてください。ちなみにこちらのチャンネルではですね、毎月、最初の金曜日にですね、軽井沢ニュースというのを配信しておりまして、そちらで新しくできたお店ですとか、それからその月にやるイベントだったりですとか、まあ、そういった最新情報をお届けしておりますので、観光情報、最新の情報気になる方はぜひチェックしてみてください。最後まで動画を見ていただきましてありがとうございました。いいねと思ったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録、また当チャンネルがつくようにスーパーサンクスでご支援お待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。